東軍は関ヶ原の戦いに勝利、徳川家康は征夷大将軍に就任し、江戸に幕府を開く。家康は幕府政治が軌道に乗ると、豊臣家との融和を図るべく、京二条城で秀頼と会見することにした。しかし家康の謀臣本多正信は秀頼を亡き者にする好機と佐々木小次郎を動かす。一方豊臣の将真田幸村は正信の謀略を察知し、これを阻止すべく宮本武蔵と共に京へ潜入した。武蔵、見つけた。こんなところでも会えるなんて。第4話、京洛動乱。僕が綺麗に切ってあげるよ。豊臣に士官が決まってよかったな。だが徳川と戦になると噂だぞ。望むところよ。気をつけろ。ほっとすんなよ。クズを切っても刀が汚れるだけだな。よかった君がいた。宮本武蔵なら切り替えがある。小次郎、説明しよう。今二条城で家康と秀頼が会見してる。僕が浪人を挑発して騒ぎを起こす。それを家康暗殺を企む豊臣の陰謀だと難癖をつける。そして秀頼を撃つ。そういう企みだ。何のつもりだ。宣言だよ、君を含め。秘密を知った者は全て消す。特に君とは関ヶ原の約束もあるのでね。
尋常に勝負してまいる見事だ。まだまだ切ってあげなくちゃ。なんで
弱そうな奴がうろつくんじゃねを倒して豊臣の恩賞にやりつこうぜ。
ていった手の子の気が嵐は一気に彼らの志を成し遂げるまで倒れるわけにはゆくない他人のために見とけば変わらない僕が綺麗に切って終わらせてあげるよ天井を綺麗に切ってあげたよ私には生きて貫くべきものがある。残念だったな。大将はここにはいねえ。雪村の策だ。小次郎、かかったか。秀頼名乗ってりゃ絶対おめえに来た。それにかけたのが当たったな。大将はもう今日を。嬉しいよね。君も僕を切り上げたかった。俺が言いてえのは違えんだよ。同じだ。約束通り君に最高の死を送るだけ。みんな弱いな。愚く弱い人ばかりだよ。